どうも、ねずっちです。水泳の瀬戸大也選手が結婚というね、おめでたいニュースが飛び込んできましたけども、お相手がですね、飛び込みの、馬淵優佳選手ということでね、これあれですかね、交際の時の、きっかけっていうのは、種目とは逆にね、瀬戸選手が馬淵さんの心に飛び込んだんですかね、どうなのかなと思いますけどね。まあある意味ですね、馬淵選手からしてみたら、もうダイヤを手に入れたんだね。うん。瀬戸選手の性格っていうのはダイヤだけにカラッとしてるんでしょうかね。どうなのかなと思いますけどね。まあだけどね、泳ぎが得意なはずのお二人ですけどね、愛には溺れたんだね。うん。まあでもね、結婚これから披露宴なんかやると思いますけど、水泳選手だけに結婚資金もプールしてるんだと思いますけどね。そして結婚生活が始まったらね、どっちかが帰ってくるまで頑張って起きてたりとかするでしょうね。眠くても絶対起きてますよ。そう、水泳選手だけにね、スイマーには負けないってね。ねずっちです。今日はね、6つ無理やり詰め込んでみました。また。